妖術を使い民を守っているものがいる。奇妙な噂を耳にした北条氏康は風魔小太郎に調査を依頼した。風魔小太郎、その混沌とした言動で敵味方問わず煙に巻く忍び。だが術に通じているのは確かである。小太郎は氏康の命令通り村に向かった。 彼の思惑は誰にもわからない。お、ピンときた。村を守ってる連中を助けに行くんだろう。俺も一緒に行っていいか。なんか嫌な予感がするんだよな。うまく説明できねえんだけどよ。<笑>好きにしろ。 噂の連中かな。早いと助けよう。あいつ、まさか黄金刀か。<笑>浮かない顔だ。ちょっと嫌な予感がしてな。けど助けないと、あいつらがやられちゃ任務を果たせない。黄金刀がいるのか。 新たな乱の発端にならねばよいな。そなたには見覚えがあるぞ。異界で再会したのも天の采配。どうか助太刀を。貴様は踊り狂いにしてやろう。行くぜ。 任せてもらおう。
弱く、強食。おお、異界に彷徨いし我らを救ってくれるか。そなたらはまさに天が遣わしたい。いざ、この聴覚と共に異界の民を守る。そして、武者殿に天罰を与えようぞ。 奇跡を願う戦場にしてやる。嫌な予感の正体はどこなのか。小太郎、あんた救うべき人を襲ってどうすんだ。さあ、どうするのか。ラジが開かねえ。とにかく小太郎を止めるしかないか。 勝負を暴れたりねえと思ってたところだ。安心なれ。遠慮なくぶっ飛ばしてやる。何？敵の増援が現れただと。はい、我らの先陣は壊滅させられました。しかし敵は急に内輪もめを始めたそうだ。内輪もめ。なら今のうちにこちらも増援を呼ぶぞ。この奇跡、よくもまり、まさに天に祝福されし者よ。任せてもらおう。小太郎のやつ、変身したな。本体を攻撃すればおとなしくなるのかな。ピンときた。 本体はあいつだ。今から倒してやるぜ。的は得意。次、おとなしくするんだな。おみこ。
敵の総大将だ。奴を撃ってこの騒ぎを終わらせる。また世の神を惑わす元凶よ。大剣領士聴覚が裁きを下してくれる。 そなたこそ真の三国無双である。そなたの働き天も見ておろう。メッシュ加減はせぬぞ。楽しかったぜ。祭りの時間だぜ。 これぐらいにしといてやる。お前とか。
生きぬぞ。コタロと天に従えば万事を同志として認めよう。<笑>どうし。ん？万事は新たな同志よ。さあ、共に好天の世へ邁進しようぞ。 聴覚。あんたの天の奇跡ってやつ、すごすぎだろう。正直、黄金刀にはいい印象がなかったが、あんたは民や俺たちを助けてくれた。ありがとな。我は天意に従い苦しむ者を救っただけよ。そういえば、小太郎とやら、そなたの術もなかなかのものであったぞ。 じゃあ組もうか。おお、天の奇跡と小太郎の忍術の融合とな。さすればこの異界を好天の世に導くことも。いや、仲間になってくれるのは嬉しいけど、術はほどほどにしてくれよ。さっきのこともあるし、嫌な予感しかしねえ。 つまんないな。権威はこの大剣量子聴覚とともにあり。へえ、うまくいったみてえだな。<笑>上出来だな。 たまにはこうして仲間で修行もいいでしょうよ。けどみんな奥の手は隠してたようだ。まあ、それはお互い様だけどね。かかる歴々と軍略を論じられようとは、我が兵法一層深遠なるものとなった。まあ、やっぱわしが一番だったけどね。